皆さんこんにちは。今回選手会記念すべき第30弾となります。前回の第29弾は青銅のシラスについて紹介しました。気になる方は下の概要欄に貼ってあるのでチェックしてみてください。ということで本日の第30弾はこちら、持つ青銅の丹波光一郎です。それではぜひ最後までご覧ください。丹波青銅に在学していた右投げのピッチャーです。ダイアンス2冠から登場。丹波といえばウィーニングショット、カーブを武器に相手バットを抑えている印象があります。さらに3年夏の大会前の新球種フォークを習得したおかげで投球幅が広がりました。ちなみに丹波のフォークは途中までストレートと同じ軌道、シンカー気味でバッターの手元で落ちるボールとなっています。参考の真中とは同じピッチャー、さらには幼馴染でした。少し丹波と真中の関係について触れて次のポイントに行きます。真中と丹波は家が近所の幼馴染でした。同じ時期に野球を始め、しかも同じポジションのピッチャー、小中までエースナンバーは常に真中が背負っていました。しかし高校進学を機に丹波はいつまでも真中の背中を追っているわけにはいかないと青銅で進学することを決意。丹波青銅、真中は一大三高、二人でエースになって甲子園をかけて戦うことを約束して二人は別々のチームとなりました。ちなみに三高田原監督は丹波にも興味があり、右の2倍看板で戦おうとしていたと真中が3年夏の時に言っていました。それのポイントでは丹波が青銅に来てどんな活躍をしたのか見ていきたいと思います。丹波は1年生の時メンタル面ならあったがピッチャーとして期待されていました。その結果2年秋の大会からエースナンバーを背負う。2年秋の大会は準決勝で日大三高に敗戦。さらにこの秋の大会の影響か丹波は肘を故障。3年春の大会までにはなんとか治ったが思い通りのピッチングができず2軍に降格する時期もありました。だが丹波はこの時期に改めて自分を見つめ直すことができ、新入生対2軍の紅白戦では2軍のピッチャーとして圧巻なピッチングを披露し1軍へ昇格。3年夏の大会前目前の練習試合から青銅のエースらしくなっていきました。しかし高校最後のその大会前にして丹波は練習試合で箱根デッドボールを食らい、その大会のベンチ入りすら危うくなってしまいました。丹波自身も夏の大会のベンチには入れないと思っていたが、準々決勝までには復活できることが分かり、背番号1で夏の大会はベンチ入りしました。その大会の方は順当に勝ち上がり、丹波が今大会初登板した準々決勝の復帰戦から見ていきます。丹波はこの試合6対5と青銅が1点リード、近い表ツーアウトランナー1・3塁でマウンドに上がりました。この回丹波はウィニングショット、カーブを使いなんとか抑え、最終回マウンドに上がり、最後は1番ライチを夏の大会前に覚えた新球種フォークで空振りに仕留め、復帰戦にしては上々なピッチングをしていました。続く準決勝では準々決勝の一戦の好投もあったのか、今大会初の先発ピッチャーに。この試合は青銅先発丹波と先々学園先発牧野投手戦となり、丹波は3回裏に1点を許すが5回を投げて1失点の成績を残し、チームの勝利に貢献しました。決勝の稲地戦では1対2と青銅が1点ビハインドの場面で5回裏のマウンドに上がりました。丹波は先頭6番山岡に対してカーブを使って簡単に追い込むが、時折甘く入るストレートを狙ってしまい、左中間スタンドへ3点目となるソロホームランを許しました。その後このホームランの影響か連続フォアボールでピンチを招いてしまう。しかし味方の守備団の助けもあり、なんとかその後の得点は許しませんでした。7回の裏に丹波は日差しの影響で試合中足をつってしまい、2アウトランナー1・2塁で5番鳴宮とピンチの場面を迎えたところで3番手の沢村に継投しました。丹波はこの2試戦では準決勝のように思うようなチームはできませんでした。ちなみにこの試合は青銅が1点リードで最終回に進むが、2試に逆転を許し青銅やサヨナラ負けをしました。このように丹波の高校生活は飲みの心臓だったり、秋の肘の故障、3年夏の大会前にしてようやくエースらしくなってきたと思ったら練習試合で顎にデッドボールと、丹波は念願のエースになることはできたが甲子園には一度も行くことはできませんでした。ぜひ大学野球では活躍してもらいたいです。ここでのポイントだ。主の独断と偏見で丹波が青銅に来てからの名シーン3選を紹介していきます。まず一つ目はこちら、丹波が3年夏の大会前、同級生のクリスに一軍に戻ってこいと言い、この2人が初めて笑ったシーンです。クリスはこの時肩の怪我の影響でベンチ入りが危うい状況であったが、丹波は夏の大会一緒に戦いたいと思っています。丹波が2年秋にクリスが早く肘の故障に気づいてくれたことで、クリスのように長期的に治す期間は必要なくなったとクリスには感謝しています。続いて2つ目はこちら、3年夏の大会準々決勝の薬師戦前夜、青銅片尾監督から薬師戦は登板できるように準備していろと言われたシーンです。丹波は夏の大会前に顎にデッドボールを食らってしまい、ベンチ入りが良かったが、なんとかベンチ入り。準々決勝に反すると言われていたが、丹波は不安を感じたのか、4回戦、秋川の試合が終了してから、同級生の結城らに手伝ってもらい、シートバッティングで視線感覚をつかむことにしました。シートバッティングを見ていた片尾監督は、準々決勝でいけると思い、丹波を投げさせることにしました。最後3つ目はこちら。
3年夏の大会決勝のナイス戦、タンバは準決勝で先発をしたので、この試合は5回から登板。しかしタンバは準決勝のようなピッチングができず、さらには日差しの影響で足をつってピンチを招いてしまい、3番手の沢村に継投しました。タンバは沢村に後を託してベンチへ戻ろうとした瞬間、ファーストの雪から必ずもう一度お前をマウンドに立たせてやるからなと言ったシーンです。以上の主が独断と偏見で選んだ名シーン3選でした。他にもこれがタンバの名シーンがありましたら、コメントの方よろしくお願いします。以上、今回は持つ制度のタンバについて紹介しました。この動画を見て良いと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。